前もあります八木、岡田、新庄という並びですが、オマギの怪我によってチャンスを得ました。初スタメンの初打席、これが初球、太陽ホエールズの有働から打ちました。これがプロ入り初ホームラン、甲子園球場で放っています。今最後にハイタッチしたのは亀山選手ですね。新庄亀山ブームの ね92年ですね。まさに亀山ね、若いし細いですね。はい、井船さん一緒にプレーをされました新庄選手、改めてどんな選手だったんですか？いや、まあ、スーパーマンみたいな人ですね。スーパーマン、特に僕ら守備でお世話になるから、さっきも言いましたけども抜けてもおかしくない、まあ、真っ二つであろう右中間左中間を取ってくれるんですよね。もうそれは本当ありがたかったですね。それから甲子園でさまざまなプレーでファンを沸かせてくれました。満塁ホームランもありましたし、はい、まあ、誰もが覚えているあの敬遠のボールをね、巨人の牧原から打ちましたね、はい、あの時ホームインしたのは坪井だったんですね。そうですか、でもね、いいプレーたくさんしてますよね。そうですよね。90年から足もすごく速いの皆さんご存知じゃないですか。そうですね、三塁打の時のね、二塁から三塁ってむちゃくちゃ速いんですよ。あ、最後加速乗ってるんですか。はい、普通の歩数もね、人よりはかなり少なかったはずですよ。ベンチにいる監督にいいプレーを見せようというんじゃなくて、ファンの人にいいプレーを見せようと思うことによっていいプレーができるんだという新庄の哲学。90年タイガースに入りました。92年に大ブレイク、それからタイガースのスターとなって野村監督のもとは二刀流もありました。140キロ超えるボールを投げました。そしてその後海を渡りメッツ、最後は空振り三振で新庄剛志、思い出深い甲子園球場、あるいはこれが新庄の最後の甲子園かという中、タイガースファンからの大きな拍手、新庄剛志ありがとう、タイガースファンが立ち上がって拍手を送ります。たくさんの思い出を残した甲子園球場、新庄最後は新庄らしいと言ってもいい空振り三振でした。